カフボックスの例カフボックスとはスタジオあるいは舞台におけるパーソナリティ。司会者などがマイクロフォンを ON オフする操作箱。単にカフとも呼ばれる。名前の由来の通り本線に流すのが望ましくない。席払いなどを手元でカットするために使用される。放送、ナレーション録音、舞台などで使用される。レバー部分のみをカフキーと呼ぶこともある。 簡易にはロータリー型あるいは直線型のフェーダーに入出力を決戦したものが使用される。マイクの出力に直接接続して利用するもの、コントロールルーム内のミキサーと組み合わせるラインレベル入出力に対応したもの、ミキサーのフェーダー、カット機能をリモコン操作で同様の効果を得るものなどがある。フェーダーを利用したものは入出力レベルが連続可変であるが実際には 中間位置で使用することはないので ON、オフのポジションのみのタイプも多い。操作の際に本線にクリックノイズなどの雑音を発生しないように工夫がされている。フェーダータイプでは、修道雑音の少ないコーヒーにのパーツを使用し、ラインレベル用では、ビシ、アナログスイッチ、フォトカプラーなどを用いて、切り替えの際のクリックノイズの対策をしている。スイッチ操作時の音がマイクに入らないように、 静電容量を利用したタッチスイッチが用いられることがある。放送スタジオ用ではマイクアンプとカフを一体化した機種も見られる。この場合はマイクアンプで増幅した後にカフを通ってラインレベルにてミキサーに送られる。ナレーション録音などでコンデンサーマイクを利用する場合、ファンタム電源通過型の機種が必要になる場合がある。主にスタジオ用途で以下のような付加機能が装備される。 ことがある。舞台においては、舞台袖に設置され、司会者が表に出るタイミングで本人が操作するか、音響担当者などが操作する。放送、ナレーション読音においてはアナウンサーが自分で咳払い、などをしたくなった時、あるいはニュース番組中に内部のスタッフと会話をする場合にカフを操作する。ニュース番組で冒頭音声が出ない場合、大体はカフボックスの操作部が、 オフ位置になったままであることが多い。ラジオ番組においては、楽曲がかかっている間などに出演者の声が放送に乗らないようにカフを操作して、スタジオのマイクの音声を切っていることが多い。ありがとうございます。